フォッケウルフ FW61 フッケウルフ FW61 はドイツが開発した世界初の実用ヘリコプターである。基盤はファ6 1とも表記される。サイドバイ、サイドローター形式のヘリで FW44 の胴体にーメンス種 14A を搭載し、航続距離 230km、最高速度時速 120km を記録した。 機種にも2枚バネのプロペラがあるが、これは空冷性型エンジンの冷却用であり、全身時の水力に利用するものではない。初飛行は1936年6月26日。ハインリヒホッケ博士は、シェルバ社製のシェルバ C19、シェルバ C30 という2機種のオートジャイロの、ホッケウルフ社でのライセンス生産を行っていた。また彼は、 FW186 の開発を通じ、それらの経験から、オートジャイロの不十分で限定的な運用能力は、本当のヘリコプターによってのみ解決されるという結論に達した。フォッケとゲルト・アハゲリス技師は、1932年にこのヘリコプターの開発を始め、1934年には小型の2ストロークエンジンを搭載した自由飛行が可能な 後の成功につながる機体を製造した。この機体はミュンヘンのドイツ博物館で見ることができる。1935年2月9日に、フォッケは FW61 と命名された試作機の製造を命じられたが、フォッケ自身はこの機を海61と称していた。ドイツ航空省技術部のロルフルフトは12月19日に2機目の試作機を発注した。 この機体の胴体構造部は実績のある練習機、フォッケウルフ FW44 シティグリッツをもとにして1機の星型エンジンが胴体の左右に張り出した2機のローターを駆動した。この左右のローターは互いに反対向きに回転することにより、ルイブレゲーにより知られるようになったトルク反動の問題を解決していた。わずか2機のみの試作機が製造され、試作初号機、 登録記号 DE v i e は1936年6月26日にエバルトロールフスの操縦で初の自由飛行を行った。試作2号機、登録記号 DE クラは1937年春に完成し初飛行した。1937年5月10日に V にはエンジンを止めて着陸するオートローテーションに成功した。これによりアドルフ・ヒトラーによるナチスは 実用に耐えられるヘリコプターの開発に成功。1938年2月、FW61 はハンナライチュの操縦により、ベルリンにある運動競技場、ドイッチュラントハレの屋内で展示飛行を行った。これに続いて、FW61 は高度、速度、最長対空時間の記録を 1938年6月には3427メートルの飛行高度記録と230キロメートルの直線飛行距離を樹立した大サグラフックプロジェクションオブザ FW61V2 ありがとうございます。